こんにちは、エッセンスのまるです。今回はナイキからノンウェアの新しいモデルが届きました。ナイキワッフルワンです。私の第一印象ではこれなんか見たことあるかもっていう印象でした。ハイテクシューズの最新作ってやっぱり真新しいデザインが多いんですけど、今回のモデルはいわゆるレトロランニングシューズですね。通称レトランです。ランシューのデザインとなっているので、なんだか馴染み深いような感覚が湧いてきます。エッセンスの取り扱いではこれウィメンズのモデルなんですけど、メンズまで引き上げています。男女ともに使えるデザインとなってますね。この爽やかなグリーンもメンズサイズで展開があります。で、分かる人には分かるっていうポイントがありまして、それがこちらのヒールクリップですね。まさにっていう感じなんですけど、ナイキとサカイでコラボしていまして、 LD ワッフルとかベイパーワッフルでこのデザインってありましたね。やっぱりサカイの方がデザイナーズらしい突き抜けたようなデザインになってますが、今回は万人が使えるようなデザインになってますね。パッと見はシンプルなレトロランニングシューズなんですけど、やっぱりディティールが新しいかなっていう印象で、まず一番分かりやすいのがこのスケスケのアッパーですね。メッシュになってます。分かりますかね。この側面の方がちょっとスケスケになっていますので、ソックスの感じがよく見えるんですけど、つま先の方はレイヤーされていて、つま先は見えないような仕様になっています。で、先のトゥーにかけてはスエードのレザーでレイヤードがされています。ワッフルワンっていう名前ですので、アウトソールにはこのワッフル仕様のソールが貼られています。このワッフルソールってナイキの立ち上げの時からあったナイキワッフルレーサーとか昔のシューズから使われているレトロなもので、今もなお愛されているデザインの一つです。シュッとしたフォルムになっているので、女性もすごく取り入れやすいデザインですね。女性の方にももちろんすごくおすすめです。サイズ感につきましては、こちらウィメンズモデルとなりますので、男性の方は基本的にハーフサイズ上げるのがおすすめです。そのままのサイズでも履けるは履けるんですけど、かかとの部分ちょっと細いので、ハーフサイズ上げるとジャストサイズ、ちょっとゆとりを持って履くことができます。足幅が広い人とか足の甲ちょっと高いって方はワンサイズ上げてもいいかなという。女性の方はいつも通りの通常サイズを選んでいただければちょうどよく履けるかなと思います。